皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。こちらはですね、ゴールデンウィークの頃に一応テープの再生まではできるように言い直した赤いの、CS30D なんですけれども、テープのスピードがやっぱ合ってないので、今回は、テープスピードを調節したいなと思うんですけれども、まずはこちらですね。はい、というわけで、まずはこのモーターですね、テープを回しているモーターの速度を調節するんですけれども、このモーターのここのところにですね、黒い丸がありますけれども、ここに、マイナスの、精密ドライバーなんかをこう差し込んで、右なり左に回すと、テープのスピードをこう調節できるようになるんですけれども、まあいつも聴いてる曲でね、ちゃんと聞こえるかどうかっつうので、まあおよそで調節する方法もあるんですけれども、まあとりあえずそれで一回やってみましょうか。で、本来こう動かしながらここにこう差し込んでやるんですけど、これ差し込んだら止まっちゃうんですよね。これだとなんだか どうしたらいいんだっていう感じになっちゃうんで、まあ、これでちょっと、まあ、遅い感じなんで、ここに差し込んでこう右と左に若干あの抵抗が感じられるんで、ここはちょっと右に回して速くしてみたいと思います。はい、これでちょっともう一回まあ元の音よりはちょっと早く回って鳴ってるような気がするんですけど、果たしてそれが本当に正しい回転数なのかっていうのがちょっと分かりませんよね。はい、でそこで出てくるのがこちらのテープですね。はい、440Hz って出てますけど、その周波数の音が出るんですけれども、それが音がちゃんと出てるかどうかをこちら、まあ、これは本来はあのギターのチューニングに使うやつなんですけど、まあ、それで同じ 440Hz をこう測定することができるので、これであのテープのスピードを調節することができます。はい、ここに外付けのスピーカーがあるんですけれども、一応これ今あのヘッドホン端子から外部出力して、このスピーカーに出力してるんですけど、そのスピーカーの前にこのチューナーを置いて、音を測定します。でこのチューナーなんですけれど、今針が左に振り切れてると思うんですけど、この針がちょうどこの三角形のところがあります。真ん中にこう来るように、音を調節してあるんですけど、まあ、とりあえず再生をしてみましょうか。さっき、こっちのテープで聞いた時はまあそこそこいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、このデモテープを再生するとどうなるか、いきます。はい、これを見ると若干音が高く出てるんですよね。はい、ということはちょっと右に回しすぎということなんで、若干左に戻します。すると、はい、今度はほぼほぼいいんじゃないでしょうか。はい、この針がちょうど真ん中あたりに来てますよね。
まあ、若干音揺れはあるんですけれど、一応ほぼほぼ正常なところで針が入ってるので、これで速度的にはいいと思います。じゃあこれでさっきのテープを聞いてみると、まあ若干ヘッドが劣化してるっていうのもあるでしょうけど、一応曲としてはいい感じの音が出てるような気がします。はい、ただしまあ本来よりはかなり音が小さいと思うんですよね。はい、この VU のメーターが動いてるのが見えるかと思うんですけど、本当にこうちっちゃい音の方でピコピコピコって動いてるだけなんで、本来の音よりかなり小さいんですよね、これがね。ただこの機械は音量の調節ができないんですよね、これはね。はい、まあ単純に録音してる曲の音量が低かったっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱ元の音量を上げてやればこの針が結構大きく動くんでしょうけど、まあでもこのテープはそれなりの音量で撮ってあるはずなんで、まあそもそもこの音が小さくなっちゃってるんですね、出力が。まあでもとりあえずテープのスピードの調節はこれで OK だと思うので、はい、一応はこの赤いの、カセットデッキに関しては修理はこれで終わりにしたいなと思います。はい、というわけで、赤いの CS30D のカセットデッキの修理の方はこれで終わりにしたいと思います。あとはですね、まあこの辺の汚れを落としてまあきれいにして、まあ、胴体保存しておきたいなと思うんですけれども、でこのカセットデッキの他にもう1台買ったって、まあ、以前の動画で言ったんですけれども、それがですね、よっこらな、はい、こちらです。パイオニアのカセットデッキで CT4040E という製品になります。でこれちょっとカバーがかかってるので一回これ外しまして、で、まあ、赤いの、製品と、まあ、大きく違うのはこの外側のこのケースにですね、この木目じゃなくて、まあ、この頃のパイオニアのなんか側はこんな感じの色が多かったようなんですけれども、ちょっとこうグレーかかったメタリックな色の木ですね、これも一応木なんですよ。でこの天板はちゃんとしたアルミの板になってますね。はい、なのでちょっとこう光にこうキラキラ輝いてますけれども、まあこちらハードオフで、864円でした。はい、でまあ症状としては、まあ、こちらと同じようなもので、まあ、電源は入りましたがテープ回りませんという症状なんですけれども、まあ、次はですねこちらを直していきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。
関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。